らは出番前からまた力が入ってましたね。そうですね、もう本当に好きで好きで仕方がない人たちの集まりっていう感じですね。まあ衣装の方も赤と黒で決めてますからね。ちょっとセンスがね、いいですね。今回はこういった素晴らしいチームの方々がね参加して、まあ、これから1年またまた頑張って練習していただいて、ますますこう磨きをかけていただきたいと思いますね。そうですね、まあ、来年も大いに期待できそうですけれども、はい、楽しみにしたいと思います。はい、今日は解説の方お伺いとってどうもありがとうございました。ありがとうございました。